ハンブルクバレースクールに留学してて、で今回ロザンヌに挑戦することになりました。来てクラシックの審査とバリエーションのクラスがの審査が両方あって、ですごく難しいんですけど、両方ともちゃんと得点を取っていい踊りができればいいと思います。今日はコンテンポラリーのクラスがあったんですけど、やっぱりコンテンポラリーは少しアンシェヌマンが加わって、ただの動きだけじゃなくて一つの作品として考えてやらなきゃいけなくて、すごくそれが難しかったです。動きには全然慣れてなかったので、とにかく疲れました。もうなんかいろいろ一日長かったので、はい、で明日にちゃんと備えたいと思います。ありがとうございます。